ども、今この時点で市長選に向けてのこのご自身のお立場というかお考えがあったら教えていただけませんか。本当に普段来てないのによくそれ質問されましたね。その胆力は立派だなと思いました。すいません、ホームテレビの岡森と申します。議決のこととは少し違うんですが、先ほどあの議員さん、秋田さん、金井さん、熊高さんと市長のあの応接室でのやり取りについてですね、はい、まあ、あの議員さんからでも議員さんの中からの話からもですね、まあ、こういうふうに少しあの議会じゃない場でフランクに少し喋るようなことが大事だというふうな声もあったと思うんですが、まあ、私のその記憶している限りではですね、議会じゃない場所で、まあ、個々人の方とはありますけども、こういったマスコミを入れてオープンな場であえて少数の議員さんと少し喋って議論する、意見を交わす、対話をするという場がですね、少しあの減ってきていたものが今日改めてこうやって開催されたことを受けてですね、石丸市長、実際その議員との対応をやってみての受け止めを伺ってもらいました。受け止めですか。受け止めというか、まあそのものをやってお互いの認識が少し、何でしょう、すり合わせがあったとか、この対話をしたことに対する評価を伺ってもよろしいでしょうか。はい、まずホームテレビとしてはこの機会が減ってたという評価だったのかなと思うんですが、いわゆるですね、うん、その、まあ、何でしょう、全員協議会とか、はい、4社会議長との、うん、まあ、ああいったその公の場で、減っていたということで、はい、もちろんあの広報誌の姿勢が大きいので、この個人の議員さんと、こう、何でしょう、個人の議員さんと話されてっていうのは、はい、存じ上げるんですが、はい、まあ、このようにすごくオープンなマスコミも入れて、っていう、少しあの、ね、うん、この正式な、うん、少し対話という意味で減っていたという、なるほど。ですね、私の中の区分としては、今日のこの会合協議というのはアンオフィシャルですよね。非公式、議会と執行部の公式な場ではないという認識でいます。それは4者協議であったり全員協での意見聴取ではないからです。ただこれも含めて対話であり議論っていうのは、それは間違いないと思います。で、これを今までやってこなかったわけではなくて、ここまで大々的にやる段になかったという、それだけです。やろうと思えば、まあ、今日のお三方であればお越しいただけはしたと思います。ただ今日も大事なのは、3人を呼んだわけじゃないですよ。全15人の議員に声かけた結果がこれですから、その意味では依然として議会は全体として対話をする意思がないという評価をせざるを得ないと思っています。ありがとうございます。実際今今日、3人と喋られてですね、まあ、そのやっぱりこう、何でしょう、このまあ、アンオフィシャルであったとしても議員との対話っていうのは、まあ、市長もこれまで重視されてたと思うんですけれども、今日改めてですね、この対話をやってみて、何かこの効果であったりとか、どういった効果があるというふうな認識を今実感されています。さっきもちょっと話したんですけども、あの場、あの様子を発信すること、これが何よりも大事だなと思いました。まさに今これもなんですけども、はい、うちの YouTube にもこの動画あげますが、これが伝わらなかったら市民に実態って分かるわけがないんですよね。議会頼り、もしくは新聞やテレビの報道さえもですよ、せいぜいね、小さな番組もしくは夕方のニュースの 1,2 分使っていただければまだいいぐらいで、ね、ほぼ表に出てないわけですよ、これまで。その意味ではフルオープンで市長と議員のやり取りを公開していくと、ここに民主主義再生の活路が残ってるんじゃないかなと思ってます。まあ、あとは映画化でもしてもいただければより広くこの問題意識が共有されるのかなと思うんですが、私の立場としてできるのは、まあ、せいぜいこれぐらいだと思ってます。わかりました、ありがとうございます。議会代理で最後確認なんですけれども、はい、あくまでも市長としては、議会代理の必要性は、まあ、認めていらっしゃって、ちゃんとその齟齬がある部分、市長がおっしゃっている、まあ、過ちだという部分の訂正があって、今後もそういうことが起きないようなチェックというか、お互いが発行する順番取りみたいなものが
決められたら問題ないという認識で間違いない。はい、その通りです。はい、問題に対してそれを是正する措置を取る、普通の組織の当たり前の対応じゃないですか。それやらなかったらメディアの皆さん許さんでしょ。自動車会社とかね、なんか電気メーカーとかフルボッコにするじゃないですか。ね、なんかルール違反があったり、それこそまあ単なるってあれですけど、あの品質がね担保されてないとか、全く同じことだと思いますよ。間違えましたすいませんで済まないんですよ。間違えたからどうするんだっていうところまでをちゃんと約束させなかったらまた繰り返しますよね。それは小さな組織議会といえども全く変わらないと思います。段取り的な話になるんですけど、誰があまりも今日で閉会していて、はい、この際に関しては臨時会計スタイルになる、延長ではなくて、はい、延長ではなくて、はい、わかりました。ありがとうございます。再利用定期は今日する、はい、この後この紙を持っていこうかなと思います。それを持ってます、一応、プロセスとして再利用、そうですね、はい、はい、議会に通知をしたと。はい、それはこの後どういう流れでこう臨時会になるまでは、そんな何かどこかで承認されるとか、それともした時点で、どのタイミングで臨時会を開くかという議運が開かれるんだと思います。その開かれないっていうことはないんですか。ないです。あ、それは絶対定期して、はい、必ず受けないといけないです。はい、わかりました。他はよろしいですか。すいません、 RCC の末川と申します。なかなか会見に出席できずこの手の質問をするのが大変恐縮なんですけども、いよいよ新年度が始まって7月になると市長選があると思います。4年前初当選されてから、まあ、議員とも含めていろいろあったと思うんですけども、今この時点で市長選に向けてのこのご自身のお立場というかお考えがあったら教えていただけませんか。本当に普段来てないのによくそれ質問されましたね。その胆力は立派だなと思いました。すいません。仕事ですもんね。大変しい。いやでもあの見事だと思います。よくこの場この空気でそれを切り込んだなと。みんな気になってるけど今日それ言っちゃダメだなって思ってるのがその胆力は見事だと思います。ただ今お答えできるものは 50-50 でしか考えてません。出るとも出ないともまだ検討中です。 YouTube のコメントですとか議員さんからも喜多方市にとどまる人材じゃないっていう、こう、まあ、石丸市長にとったらこうありがたい言葉もあると思うんですけども、そのことを受けてのこう市長自身はどういうこう考えというか、すいませんこういう質問で恐縮です。いえいえ、あの素直な正直なジャーナリズムだと感じます。とどまるべきじゃないというような表現でしたっけ。なんかそのごめんなさい、ちゃんとそういう言葉じゃないかもしれないんですけども、まあ、まとめるとっていう、国政とかそういうお話だと思うんですけど、なんかたまにそういう声は見かけますし聞こえてはきますが、私は市長になるためにこの町に帰ってきたので、そういうふうに言われてもちょっと困りますね。はい、ここに来て今がありますので。はい、わかりました、ありがとうございます。これぐらいのはぐらかし方でもよろしいですか。すいません、今ので何でもありみたいになっちゃいましたけど、他はよろしいですか。いいですか。はい、じゃあこの後あれかな、新谷さんもう持ってきますか。はい、じゃあ議会事務局の方に届けに行こうと思います。 RCC の記者の会見の趣旨を全く無視しての質問にびっくりです。市長が空気を読まない質問に驚いていましたが、空気を読まないというより市長に対して失礼な態度だと感じます。これまで石丸市長が RCC への問いかけに対しては認識がないと逃げ、個人の意見は言えないと逃げた上で、今回の議会とは関係のない質問をする、とても残念に思います。